勢いだけのフィンタ、半もげたかと思った、びっくりした。ああ、今日の試合は何もなし。ああ、安くなったもんだな、おい。タッグチャンピオンが前座で変態と変態の引き連れた若いの、こんなタイトルでした。まあ、俺らがやってる場所じゃねえしな。まあ、やるべきやつもいるらしいから、まあそいつらと、まあ、やってやってもいいかなと。まあ、どこのドイツか知らないけどな。誰でしょうね。ピー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 うるせえの。終わってから、終わってからピー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 。じゃあやる前かなんか言っとけよ。僕たちが負けたらもう一回やらせてくださいってよ。俺たちは直接負けてないんだから。そんなのもいたな。どこの誰とは言わねえけどよ、バカじゃねえ。じゃあ 3way とか最初から言うなよ。ああ、やりたきゃ何回でも何十回でもやってやるぞ。ああ、その都度叩き潰してやるから覚えてね。ワンモアタイムマザファッカーだよ。大好きな歌の歌詞にもあるんだけどね。まさか自分が同じ状況になると思わなかったぜ。タッグチャンピオン相手に、まあ、タッグチャンピオンの余裕を崩すことはできませんでしたけれども、はい、まあ、ちょっとね、ヒヤッとさせることができたんじゃないかなと、はい、思います。はい、まあまあ、それでは、まあ、ベルトにはね、当然届かないわけですけど、田口、ね、田口アンドヤングライオン、誰か挑戦しても面白いじゃないですか。うん、面白いじゃないですか。それぐらいの価値だってことですよ、今のあのチャンピオンは。それぐらいの、それぐらいの価値なんですよ。金丸、デスペラード、それぐらいなんですよ。第1試合、もっと君たちの価値があれば、第1試合じゃなくもっと後ろに組まれてもいいはず。第1試合に組まれるというのはそういうこと。田口、ヤングライオン with T かな、挑戦いいんじゃないですか。面白い、挑戦させてください。田口さんも言ってたように、チャンスがもらえるんだったら俺だって挑戦したいです。あいつらベルトを投げて粗末な扱いして本当許せねえ。チャンスがもらえるんだったら本当に俺は挑戦したいです。